くらでね。う、落とした。ドンって もうラッポン、もうラッポンしたドンとか言って、え、水切れだよね。はい、秋葉さんこんばんは。今落とした、いきなりドンとか言って、もうやばい。今女の浮き声、今女の浮き声聞こえなかった。いやマジで、いやここやばいんじゃない、さっきのかなんか聞こえたよね今ね、ね。いや今浮き声聞こえたんだけど、あとラップ音バーンと、ここやばいかもよ。あー、ひろゆきさんスパチャありがとうね、どうもね、ありがとうございます。そう、うん、でもちょっと小ぶりでしたね。ここいるな、ここあれじゃないの、下行きでもあったんじゃないの、近くに霊がいます。うん、多分下行きじゃない、下行きじゃないの、こういうところに死体があったんじゃないの。よく階段なんかでもさ、こういう下から出てくるとか言ってるよ、 ね、 ね、水は綺麗なんだけどね、うん、パチありがとうね、どうもね、すみません、本当に。気持ち悪くないですか。雨さんこんばんは、山形です、山形です。バケタの話の名前浮いてた、わかんないよね、ちょっとちょっと浮いてば上とかあるのかな。吉本さんこんばんはね、いらっしゃい。生臭い匂いしないんだけど、そう、天気さえだなとな。何がある、ん、なんかそんな感じがする、なんか綺麗なんだけどね、すごいね、まだね。だってこれこういうとこだもん、見てよ。なんだこっち来たらちょっとカッターも向かったらなんだした。酒僕飲まないからね、そう、美味しかったと分かんない。そうね、あ、ゆうさんこんばんは、遅くなった。今2軒目ですね、雨降っちゃってます。そうね、あ、ゆうさんこんばんはね、いらっしゃいね。今バケナン4階なんだけどね、わあちょっと分かんないけど、さっきねドンとかってなったんだよね。増えた、そう増えた、いる、こっち側にいるのかな、まだちょっと雨降ってんだよね。あゆきさんこんばんは、どうもね、いらっしゃい。さっき 8% ぐらいで、こっちが来たら 15% ぐらいだったから、うん、でその前に、うん、測る前にこっち来たらちょっと肩が重かったから、うん、ねえ、あれ反応しねえ、黄色だ、そう雨、もう最悪ですよ、もう止まないみたい、全く。もしかしたらだけど、うん、冬幽霊がここでいるのかな、来たのかもしれないし、うん、いや、これ来た、赤、赤来た、5回目、そう、ダブルだ、ダブル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 だ、赤だよ、7回ダブルだ、赤だよ、今ダブルだ、赤だよね、ダブル赤だよ、ダブル赤だよ、今度はなかなか見れないよ、過去2回しかないからね、ダブル赤だよ、これで6回目になっちゃうよ、いた、ダブル赤見ちゃったでしょ今、しかもダブルで赤だよ、タイミングよく両方赤だったもんね、そう、すごすぎる、奥の十字路だからね、え、うわー、でもいるんだ、いるんだね、だからマイナースポットって結構ねいるんだよやっぱり。ちょっとあっちの方行っても雨止んでる、あ、降ってるじゃん、すごい、すげえ降ってる、結構降ってるよ、さっき降ってたよ、さっきが降ってるよ、結構降ってんだよね雨、わかる、ほらこんなに降ってんだ、いけないのよ雨宿りしないと無理なのよ、さっきよりちょっとまた上がった、そう、つまり赤はやばいと、そう同調したよね、すごいよね、強くなってきてる、もうやまないなこれな、今日はもう、ああ、でも肩軽くなってたな、なってた、今さっきいたんだろうね多分ね、うん、あれ吉井さんどこに気づいてる、あっち行ったの、あっち行ったの
さっきこっちが来た時に肩がシーンってきたもん、うん、そう、どうしてもね、外でちょっと濡れちゃうからね、機材がね。そう、今でも一瞬いなくなったかな。こっち側なのかな、やっぱり。でもここもクマ出るんだよ、ちなみに。この辺りも出るんで、目撃されてるんだよ、昔。うん、長いんじゃちょっと雨降ってるように見えるんで。そう、いや、結構降ってる、見えるよ。そうそう、見える見える見える。はい、こんばんはね。ミノルさんでいいのかな、チカさんでいいの。はい、いらっしゃい、今来た。目で見てると、はい、これ結構すごい雨なんだけどね、うん、レイン、そう、雨。画面じゃその雨が、もうなんで山形来てまで雨降らなきゃいけないのってね、本当に。今日3人、今日ね、6人いるんだけど、そう、湿気はね、ないね。なあ、7回目、赤。やっぱいるよ、赤7回目いきなり。はい、東海さんがこんばんはね。7回なんか、うん、重くなったり軽くなったり繰り返すんだけど、うん、ね、あ、言うんで。じゃあ7回下行きなのかもね、うん、黄色だもん。もう空気変わってきたよこれ。山形すごいし、7回だよ、2箇所で。あれさ、ここはどこだろう、場所はちょっと言えないんでごめんなさいね。あのね、大阪軍団がいるからね。言えないんです、あの地元じゃないとわからないんでね。そう、まあ言えとしたら高速をした、うん、そう、それでしか言えないです、うん、そう、場所はちょっと言えないんですけど。前回の時も雨、いや僕ね、前回僕雨降ってないよ。だ、多分ヨッシーさんじゃない。ヨッシーさんなんかが、誰かが雨持ってんじゃない、多分誰かが。だってこの3人で京都行った時は降ってなかったじゃん。降ってなかった、ね、そう、降ってないじゃん。ヨッシーさんこんばんはって、うん、いるのかな。こっちが、こっち側なんだよね。向こう側って言えば、向こう側って言えばなんともなかったんだけど。あれ緑だな。実はじゃあ、あれやってみましょうか。あのゴースト、ゴーストチューブやってみましょうか。ね。うん、やっぱよ。アウトラックっていうか、なんか、でも見えないな。いや関係ないんでね。流れがこっち側からこう来てるから、12時頃にはその抜けるらしいんだけど。抜けてくれないからね、なかなかね。あ、スパチャありがとう、誰だろう。スパチャありがとう。ハルさん、スパチャありがとうね。どうも、すいません。コーヒーにありがとうございます。どうもね。そう、の喉乾くね、後でね、飲もう。喋るから喉乾くんだよね。じゃあ、ちょっと見にくくなっちゃいますけど、ごめんなさい。ごめんなさい。もう反応してるよ。ビボ、ビボって。あれ、待って。今は普通だけど。こっちって言われた。こっちって言うより今こっちって言われた。いるんだよ。そう、ハッピーハッピーだって。こっちハッピーって、みんな来たからハッピー。こっちハッピーだって喋ってる。お元気ですか。いや、地獄、地獄、お元気ですか。地獄って意味わかんないんだけど、どっちなの。ミユさんいる。ミユさん、お元気ですか。地獄とか言って無実の、無実の、何やばいのこれ。観光案内だね、やっぱ案内見てんじゃねえかな。あ、みんなスパチャね、ありがとうね、ありがとうな、ね、なんか飲みましょうね。うん、ありがとう、どうもね、スパチャありがとうございます。スパチャね、ありがとうございます。本当に助かります。うん、あと誰かいるかな、お化けさん、うん、ジバとか大丈夫。さっきのでちょっとなくなった、さっきのでもないな、うん、でも反応してるね、うん、そう、おお、危ない危ない危ない、ケツさん今誰、手がついてたよ。ケツさんのお尻の方に手がいた。え、マジマジ、王立、何これ王立、うん、はい、どうもね、すずちゃんこんばんは、どうもね。こんな感じ。え、なんかいる、さっきでもラップのあったんだよね。この辺はちょっと気になるんだよね、俺的に。ほら、高くなってるじゃん、ちょっとほら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 、ジバすごい高い、見て、ほら、
なんでそれだけ一応そんな高いの。ほら離れてたほら、ね、ほらほらガードでなんかある。ほら離れていくもん。ほら離れてるな。ほらここだここ。あーマルマさんスパチャありがとうございます。どうもね、ありがとう。食べそろそろね、おやすみなさいね。ありがとうね。どうも。ここにいるんだよ。ほら離れてる。ほらほらほら、マックスここだ。ここここにいる。うわ、タンとかいうのすごいでしょ。夜、夜、あなたは夜が出るの。バケ出して、ちょっと待ってな、ちょっと重たいんだよな、聞いたらね。ガードレーの反応してるよ。でも反応しないね、バケットもね。こっちは私は何をすべきか。これは何ですか。これはゴーストキューブです。下下にいるって。やっぱり集めて彼女の、うわ足がついてた今。髪の女、髪の長い女の人。俺のマックスに近くなったけど。そっちは飛ぶってなるよ多分。父さんこっちに飛ぶ。俺のやつ。これどうどうさなるんじゃない、こっちは。でもスマホで近づけるとなっちゃうんです。あそうか。うん。ここなってなる？ここなる？ここなる？やってみて。やめる？ああ、ここでやった。やっぱあるよね、ここ。ここなんかあるね。なんかあるね、やっぱね。あ、わかった。ここ死んでんじゃないか、ここって。ここで、ここだよ。下行き。下行き。うん。よく話すからね。反応してる。ここで反応してから、そう。ここで下行きしてんじゃねえの。ここだよ、ここ。どうやって？どうやって？話す？スクラッチ。スクラッチ？スクラッチ？当たります？また嘘つかないでくださいよ。ね、2000円買ってなんか戻ってくるんだけど、1400円結局マイナスなんだよね。ここだね。で化けた感じするの。一瞬バクったスクラッチって。ここが生き現場なのかな、もしかしたら。そう、ニコラさんこんばんはね、いらっしゃいね。どうも。低い声で下って言ったね。そう、下って聞こえたの。いない。持ってたんですか。持ってんのかな、わかんない。殺害があったのかもしれないね、わかんないけど。ここでの噂はうめき声が聞こえるって言われたのね、うん。で最初来た時になんか変な声聞こえた、聞こえたんだよ。マジ聞いた、小さい声聞こえたの。アリエさんこんばんはね。小さかったけど聞こえたの。でその前に聞こえる前にガードレールが音鳴ったの、ドンって。そう、一発目ボーイ行った時に聞いた、うん、俺も一緒に聞いた。そう聞いてるんだよ。ただ録画で撮れてるかわかんないけど、小さかったから。そう、スクラッチね。カナダ行くの。行ってらっしゃい。でバケタ反応するんだよね。バケタは向こうの反応するんだよね。やっぱり雨やんだ。ちょっとこっちで見ようか。雨降ってる。あ、ちょっとやんだ。あ、降ってるわ、まだ降ってるわ。降ってる。ちょっと弱いけど降ってるね。降ってるわ。そう、早く鳴ったのよ、ドンと。日本の方は思えるの。でも地震じゃないんだから。でもブルーだね。これ何？これ何？マンホールがあったの。寒い？でもなんかこうぶつかってるね。なんでぶつかってるの？うん、近くにお墓あった。そのお墓から来てんのかね、ね、じゃあね。
あるでしょ、結構雰囲気あるよね。山形結構どこでも雰囲気あるんだけど、雨だよな、目が離せないでしょ。お名前は何ですか。お名前、お名前は誰だろう。なんかあんのかね、かなりハムしてるね。でもこれ川があるんじゃないかな、多分処刑場とかあったんじゃないかな、今ちょっと。そう、雨でもちょっと弱くなってきたけどね。でも雲を見ると結構暑いよまだ。そう、少し弱くなってきたけどね。こういう用水路とかでもなんかね、事故とか、あのほら死体を隠しちゃうとかね、あるんだよね、意外とね。こうやってね、あ、でもダウンジャケット着てるから暑い、あったかいよ、うん、そう、確かに着てた方がいいかもしれない。ん、何がちょっと寒いよ、今14度ぐらいじゃない、13度とか。あれ、こっちは何かある。でもちょっと雲暑いな、まだね。友人、あなたの友人、斧って言った、斧って言った。あれ、車あるよ。あ、車にあった。ほら川があるんだよ。え、首吊ってる、ここ。斧って言ったね。いないよね、何もね。これは何、ここ何ある。あ、なんかいた、クマだ、クマ。クマだった、今。本当に、ちょっとクマだよ、クマいた。月のアグマいた、今。月のアグマいた、でかかった、今。今クマだったよ、動いたもん。今クマいたよ、いた。あ、なんか入っちゃった、マジで。今クマっぽかったよ、なんか早かった。あー、降ってきたな、雨。ガオ。そう、雨降ってきたな、雨結構降ってきたよ、結構降ってきたよ、降ってきた、降ってきた。なんで嫌がらせなのこれ、俺なんかこっち来ると雨降るんだ。あなたは友人ですか。そう、友人です。クマいたよ、危なかった。あ、俺クマスダイ忘れちゃったわ。今日大事なのに、クマスダイホテル忘れちゃったわ。忘れちゃった。雨すげえ降ってきたよ、もう。なんなのこれ、嫌がらせ。風邪いちゃうじゃん、もう。ちょっとすげえ降ってきたよ。まあクマっぽかったけどね、今ね。今7回だって化けた。そう、忘れ、すっかり忘れてた。でも今日雨だって思ったから、まあ、まあ、クマがいるとこ行かないと思ってたんだよね。そう、買ったのにスプレーを、あれだよ、ホテルに置いてきちゃったよ、意味ねえ。そう、持ってこなかった、スプレーまあ雨降ってるからね、まあ、結構降ってきちゃったよね、うん。クマ出たらもういい。でもまあヨッシーさんもいるし、鶴さんもいるし、そう、まあでも次行った時にも使えるじゃん、うん。クマね、なんかでもいたぜ今。ん、いないな。ってことで皆さん、ちょっとこうで、あれ、なんか傾くな、すげえ傾くんだぞ。何の音、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 今もうだったよ、会議現象じゃないの、
今ピーって何だった？今ピーって何だった？ピーって鳴ったよね。あ、なんで？これ、今の音。ん？ん？いや違う、ピーってさっき。え、これ違う、これ違う、違う、違う。うん。鶴さん映るよ。鶴さん映るよ。鶴さん映るよ。まあ僕は別にいいんだけど。ちょっと面倒見えないで、わざわざ映してあげたのに目の前だ。ちょっと次の場所をちょっと考えよう。まあ雨降ってきちゃったね。どうしようかな。やっぱ鳴ってるよね、聞いたよね、うん、なんだよね。今日は地震なんだけど、ただ足みたいとこを切り替えるっていうのは関係は切り替える。ここはあれだよ、ヨッシーさん、飛んできた。ここ、遅れたいじゃないか。ここ。うん。行けたら、まあ、近いんだけど、これ山だから。ここ、熊いるから。気をつけて。別に俺、はい、昔からさ、ゾウさんもさ、自分の時なんかさ、ここね、もう、こっちじゃないですか。もう、このまま、ここで、ここもいるよ。間違いないから。あ、でも、いる、つながってるもんね、いる。ね、そうだよね。今ちょっと見て。昔の動画見てるのさ、横浜の動画見てるのさ、俺の顔バカ映ってるの。びっくりしないよ。そんなこと言ったらどうなるか分かる。俺も脅かすよ。やったら数倍返したからね。これやられたんだけど。ライト消してるんだったら。シーンとしてね。いや雨降ってるもんな。ちょっとな、戻るしかないのかな。あ、じゃあちょっとここ、とりあえずここ行ってみようか。この生首とこ。ここ狭いからここで待って。ここに民家があるんだ。だからあんまり住まないか。ここ民家住んでる。これで熊出るよ。いや、ここ熊出るよ。持つかなかった。いや、見てる。ここほら。見てる。次これです。熊注意です。ちょっと雨様子見ながら、ちょっと降っちゃったらちょっとすぐ終わっちゃうけどね。こんな感じです。次熊注意。生首が吸い上げられたかもしれない。ただ雨だよね、問題は雨。せっかくやら行きたいんだけど、実は送るね。生首じゃあ3人送ります。送りました。10万ぐらい。うん。あ、でも数値高いよ、結構。まあまあ。ほら、こっち。あ、向こうだね。また向こう行くと。ちょっと写真撮ってこう。でもなんか言ったよね。何？おばさんの声。鳥か鳥か鳥だもん。あれ誰だよ、誰足が先に。さっきね、あのね、降りる時に俺降りてたもん。勝手にドア開けないと、ふっつって。この人前に相変わらずいじられちゃう。腰が痛かった。ケツさんにいじめられた。やった。腰が痛い。ちょっと一服していいですか、皆さん。ちょっとね。あれ、タバコないの？ケツさん、重たかったね。重くねえよ。それ多分、ヨネザーに振った。多分。結構降ってんな。傘あるよ。傘ある、ちっちゃいんですよ。ちょっと出してもらっていい？今度は。次は行きたいんだよね。
まさかの名前もね、念仏池って言われてるんですよ。池ですかね。あ、今日大きいのあるんだよね。大きいのあるんだって。サービスタイム。疲れた。人工知能。あ、そうそう、ヨッシーさんも見てないんですよね、新しいのね、見てないんですよ、あと買いに行くの、うん、雨してるんですよね、あっちしてるよ、いるでしょ、楽しそう、うん、クマ熱中、ありがとうございます、うん、配信って何わかるの、何冗談冗談、俺のこと言ってないよ、ケツさんがさっき本当にドーンってぶつけられて危なかったのよ、本当落ちちゃうとこだったの、分かってる、分かる、で怒られて結構ブルーになったでしょ、そんなことない、うん、ケツさんをちょっとあのドッキリしないとダメだ、ダメだ、ケツさん落ちたからダメだと思う、落ちたと思う、今でも7回だっけ、2カ所でね、まあ多いよね、だ前半、ここは前半戦だったのかな多分ね、でもここ多分なんかあるね、なんかありそうだね、黄色だ、うん、私見た目は女だけど中身は男だから、うん、なんかありそう、いそう、うん、なんかいるよね、うん、いそうな感じする、これ近かったら多分一人で行けば多分出るかもね、鶴さんオーラも感じてるみたいな、うん、こでもいいね、今いなくなっちゃったもんね、バケさんね、もしかしたら最初に来た時に何で来たんだみたいなのが来たのかもね、でも雨なんかね、音そんなしないんだよ、激しくは思ってなんか気になるんだよね、この辺とか、また何かでも降ってるんだよね、雨ね、何かくなりそうなんだけど、どう思う、暗いよね、ほんとね、暗すぎる、なんかあんの、いや今ね13度ぐらい寒いよ、ちょっとやっぱりダウンジャケットでちょうどいいよ、これもう福島組はみんな 寒さ慣れてるからねそう、俺ダウンジャケットの一人で、うん、雨結構降ってんね、結構降ってるよ、でも落としないよね、この雨だ、落としないけど、こっち側がなんかすごい嫌だ、うん、すごいな、嫌だ、嫌だ、だからやっぱ息されたのかな、向こうに出ていくと、うん、向こうに出ていくと、うん、肩どんどん向かえてくる、あガードレール気になるマスさんは、それこそ寒いよ、13度ぐらいだもんそう、僕見てください、これダウンジャケットですからね、これでもちょっと弱めにしたんだけどね、通常これの上にも着るからね、今ね寒い時は、うん、でも結構降ってんだよな、だから次傘しそうだな、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけちょっとやりたいんで、そこ、ね、せっかくだからその、ね、結構ねやばそうなんだよね、そこの情報がすごいんだって書いたすれが、彼女とそのなんかね、あの肝そこで首がかかったんだ、生首が、釣り人が生首をこう釣り上げちゃったんだって、ああさっき、でそこはちょっと彼女と一緒に肝試しに行ったんだって、
地元の人がね、うん、そしたら彼女がいきなり狂ったように、うん、私はでなんかここは何かとか言っていきなり 歩き出して火葬場の方に向かってたって怖くない？で止めたって言ってたね。で彼女に後に聞いたら何の記憶もなかったらしい。死体遺棄なんだろうね。はい、幸子さんね、おやすみなさいね。またお願いしますね。お仕事頑張ってね。そう怖いでしょ。だけど雨降ってるんですよ、このクソ野郎、クソ雨が結構降ってくれてんだよね。あれ、やんだ、あれ、やんだ、降ってるよ、降ってるよ、今弱くしてるからライト、ほら結構降ってるよ、クソ雨本当によ邪魔しやがって。さっきだってあの座王行った時は降ってなかったんだから。そうこっち来たら山形晴れてたんだよ、でこっち来たら米崎来たらなんか、なんで雨なのって、で夕食の時も食ってて、もう絶望だねって、うん、終わったねって。で米沢牛食ったらお腹いっぱいになってて、もうみんな眠たい状態にして、そう引っかからないよ、うん、俺は引っかかりやすいけどね。何も誰引っかからない。何も有吉さんどこにいるの？向こう行った、向こう行ったの、向こう行った、うん、じゃあちょっと次行きますか。じゃあね、お疲れ様でした。2軒目終わりです。